インイヤーモニターはイヤーホンのうちステージ上のミュージシャンやオーディオエンジニアが音響チェックに使用したりオーディオマニアが音楽を聴くのに使用するもの周辺環境からのノイズを高レベルで遮断するため例外なく外耳に差し込んで装着するカナル系となっているまた快適な装着感や遮音性を得るために 使用者個々の耳の形状に合わせたカスタムモールドが施される場合がある。ユニバーサルイームの冷蔵着例、モニタリングシステムは、ステージ上のパフォーマーにオーディオソースのミックスを提供するシステムで、従来、モニタースピーカーはステージ上に置かれ、ミュージシャンに向けられていた。しかし、演奏やパフォーマンスの高度化によって、それは歌うのに役立つよりも気が散る要素となった。 また、大音量で鳴るモニタースピーカーは、ミュージシャンの聴力に悪影響を与えかねない問題も、あった。それらを解決するために、ステージ上のパフォーマー、演奏者は、それぞれモニターヘッドホンを着用し、個々のモニターに必要なミキシングされたサウンドを、聞くようになった。パフォーマンスをしない演奏者たちは、モニターヘッドホンを使用できるが、 ステージ上で動き回るボーカルなどのパフォーマーには小型軽量で視覚的に目立たないインイヤーモニターが用いられるようになった。一般的にステージ上で用いられるイームは無線接続されミキシングされたサウンドは送信機から各々のイームに送信される。インイヤーモニターは従来のイヤホンと同様にコンシューマー向けにユニバーサル製品として供給されている。 カナル部分については、イヤーチップを交換することで使用者の外耳に合わせることができる。イヤーチップの形状や大きさ、材質により、音質や遮音性が大きく変わる。コンシューマー製品ではあらかじめ様々な大きさや種類のイヤーチップが添付されており、使用者に合うものを選んで装着することとなる。さらにプロの音楽家や一部のマニアスを向けに、 カスタムモールドを行うサービスを各イームメーカーが行っている。カスタムモールドは一般的には自備会員にてインプレッションを採取し、それをイームメーカーに送付して型に合わせて成形される。モールドは一般的にはアクリル製でオーダーにより様々なカラーリングにすることができる。メーカーによってはナる部分がシリコン製となっているものもある。 いずれにしても装着時は外時に密着し内時は外部環境から遮断されるため高レベルのノイズリダクションが実現されるそれにより音量を小さくすることができ耳の負担を軽減することができるケーブルは一般的には耳タブの上から後ろへ回し保持性を確保する日本では2004年以降 いいム製品が本格的に販売されるようになり、初期に手話の製品が注目された経緯から俗に手話掛けと呼ばれるようになった。高価格帯の製品はケーブルを交換できる構造となっている。ありがとうございます。